おはようございます。今日は2020年7月29日水曜日でございます。今日は曇りでございます。ではでは、今日もギターの練習をしていきたいと思います。チューニング終わってます。では指の練習一番やりたいと思います。一つの指の練習でございます。いやー、こんな感じでございます。ではでは、今日もね、シュリさんの曲から愛してるという曲を、曲のギターコード吹きをやりたいと思います。Thank you.
かなかね歌と一緒にね弾けないもんね。そうそう、今日もねオリジナル、今日は独り言でございます。最初ねこのカラオケマイクで歌いたいと思います。でこっちのこれで音楽を入れて、これを独り言というでございます。よし、これを入れて、ん、あれちょっと待って、おっとっとっと、あ、あ、あ、です、です。目が覚めて何をするのか、もう忘れてる私なの。昨日まで考えてたことでも思い出すのに時間がかかるの。この頃そうあれもやるんだとしたら思い出したよ。さあこれから向かってゆくよ。忘れてたことにまた楽しく思い出せばいい。いいのよ誰でも忘れることがあるのよ。それが生きてる証。あるのよ。それが生きてる証。こんな感じでございます。なかなかね。これをね、ギターと歌でやりたいんですけどね、ちょっとやってみましょうかね。ちょっとね、声が変ですね、今日ね。マイク切ります。マイク切ります。これって練習してたっけ？ C コードだね。C コード。これあんまり練習してないギターごめんなさい。あ、こっちのいつもねこっちのコード、あのピアノの方の音で練習してるから、あ、ギターはあんまりやってない。 C コードですね。違うな。目が覚めて、歌と並行できません。今日はダメだ、調子悪い。今日ね実は寝不足なの、ほんとね。今日ねあんまり寝てないんだ、なんちゃってね。言い訳の訳を言っちゃいました、ごめんなさい。今日はこの辺にしときましょうね。すいません、ありがとうございます。今日もね最後までねこんなね練習風景
を見ていただいたり聞いていただいたりしてありがたいと思ってます。ではでは、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。ではでは、またです。